皆さん、おはようございます。おはようございます。飛行機女子×キュエイストのルイです。水落ち坂代です。このパラキャリラジオではパラレルキャリア女子の私たちが自分たちのリアルエピソード、仕事や恋愛などに対する捉え方をお伝えすることで、自分らしい働き方や生き方につながるきっかけとなれるような内容をお届けするウェブラジオとなります。配信は毎週月曜朝7時半から、奇数回はタカちゃんのチャンネル、偶数回は飛行機女子×キュイストルイのチャンネルにてお届けしますので、もしよかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということで、本日のトークテーマに移りたいと思います。47回目のトークテーマは、自分らしく働くを叶える方法です。はい、イエイ。おお、自分らしく。そう、うん、今現在ね、私は転職とかフリーランスを目指す女性のキャリアコーチを仕事としているんだけど、うん、自分らしく働きたいっていう声を本当に多く聞くんだよね。うんうんうん。でそれに、これからゴールデンウィークの中で自分の働き方、今の働き方を考える方もきっと増えると思うから、うん、今後キャリアチェンジを目指したい方など、働き方を見直すきっかけになれたらなと思って。うんうん、なるほど、うん、確かに今はブログとか SNS、うん、本で自分らしく生きるとか自分らしく働くって言葉がよく出てくるよね。うん、それだけみんな今の自分が自分らしくいられてるのかなって感じてるのかもしれないね。うんうんうん。でまず自分らしく働くためには2つのことを知ることが必要だと思うの。うん、2つのこと、うん、そう、それは自分の得意なことと好きなことね。うん、得意なことと好きなこと。うん、うん、おそらく言葉ではなんとなくわかるけど、うん、それって具体的にどうやって見つけるのとか、うん、それがわかれば悩みませんよ高代さんって、うん、感じてる人もいるかもしれないから、うん、赤ちゃん詳しく解説お願いしてもいいかな。うんうん。まず得意なことっていうのは、うん、つまりは自分の強みなんだけど、うん、ここで注意してもらいたいのが、資格を持っているとか成果を指すのではないということなんだよね。うんうんうん。で得意なことっていうのは、誰にも頼まれてないのに無意識で勝手にやってしまったりとか、うん、誰にも教わっていないのに人よりもうまくできて褒められたことだったりとか、うんうんうん、あくまでも結果ではなくって、そのプロセスに自分の強みが現れるんだよね。うん、プロセスに自分の強みが現れる。うん、なるほど先生。うん仕事って結果が大事な部分もあるけど、うん、自分らしい働き方を考える上では結果じゃなくってプロセスを見ていくことって大事だよね。そう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 、うん、そのプロセスって、まあ、仕事に置き換えるといろんな業務があったりだとかするけど、うん、その一つの部分ね。うんうんうん、うん、その得意なこととか好きなことというのをそれぞれノートなどに書き出して、今度はそれらを仕事につなげて考えてほしいの。うんうん。で例えば私で言うと、得意なことというのは悩みを解決することなのね。うん。で好きなことっていうのは人の話を聞くことなの。うんうん。じゃあこの得意なことと好きなことをそのまま仕事につなげて考えていくと、例えばコンサルとか、うん、コーチングとか、まあ、そういう具体的な仕事が思い浮かんでくると思うんだよね。うんうんうん。タカちゃんの今の仕事はタカちゃんの好きと得意が合わさった仕事なんだね。そうそうそう。うんうん。得意なことと好きなことを考えるときって、うん、最初パッと思い浮かんだとしても、でも〇〇さんの方ができるからとか、これを好きって言っていいのかなみたいな心の声が出ることもあるのかなって
ちなみにこの心の声は実際に私が最初考えた時に出てきた心の声なんだよね、うん、そう、もし過去の私のような心の声が出てきたら、そういう不安な気持ちも含めてノートに書いてみてほしい。うんうん、そうだね。好きなことで自分の得意なことを最大限生かすことで自分の好きを仕事にできている、うん、イコール自分のやりたいことができているっていう充実感を得ることができるようになると思うんだよね、うんうん、自分が本当はやりたいって心の中で求めているものと実際の仕事にズレが生じるとやっぱりストレスを感じてしまうんだけど、うん、そこが一致していたらストレスなく働くことができると思うんだよね。うんうん、うん、確かにストレスって自分が思い描いてたものと違う時に出てくる感情だからね。うん、例えば9時40分丸々着の電車に向かって会社に向かおうとしたら、トラブルで電車が遅延してストレスを感じるとか、うん、これって時間通りに着かないっていう自分が思い描いていたものと違うものをイメージしてズレが生じたから結果的にストレスを感じるって流れなんだよね、うん、自分らしい働き方を考える上でもこのズレをなくすことは大事だよね、うん、ちなみに私の得意なことの一つが忙しくて手が回らないジムの環境を整えることなんだけど、うん、今やってる仕事の一つでジムの仕事があって、うん、手が回っていない資料とか整理整頓が必要な資料を見つけたら、さてここからどうやって整えていこうかなみたいにワクワクしてる自分がいたよ。うん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 、そうそうそう、なんかそれがね大事なんだよ、うん、やっぱりなんかそこのワクワクしてる瞬間だったりとか、うん、自分がこれ最高に楽しいな楽しんでるなっていう瞬間が、うん、やっぱり自分の中に思い描いていけばそこをね仕事につなげていけばいいと思うんだよね。だから、まあ、自分がどんなことが得意なのかとか何が好きなのか、うん、でさらには自分がどんな働き方を望んでいるのか、うんうん、その自分を知るっていうことって本当に基礎の基礎だと思うんだよ。うんうん、そうだね、うんうん、自分を知ることで数ある仕事の中で自分にぴったりの仕事や働き方を選択できるようになるから自分らしく働くを叶えられるよね。うんうんうん、自分を知るって地図に例えると現在地を把握することだよね、うん、自分自身の現在地がわからなかったらたとえ目的地を設定しても目的地までのルートにズレが生じて、うん、結果的に目的地までたどり着かない、うん、今回の場合だと自分らしい働き方っていう目的地までたどり着かないからね。うん、私たちは自分ノートっていう日々の心の声を書き残しているノートがあるんだけど、うん、読み返すと仕事でそれこそどんな時に楽しいって感じているとかどんな時にやりがいや達成感を感じているのかがわかるから、読み返すことで自分の得意なことと好きなことが見えてくるんだよね。うんうんうん、そうそうそう、うん、自分を知る方法としてね、世の中にはいろんな方法があって、自分以外のツールを使って自分を知る方法と、自分の内側と向き合う方法、その2つがあると思う。うんうんうん。で、その自分の内側と向き合う方法として、私たちは自分の到着会とか朝活を開催しているので、うん、ぜひそちらもね、ちょっと自分の中の得意なこととか好きなことがちょっとまだよくわからないなっていう方は活用してみてほしいなって思います。うんうんうん、概要欄に URL をね、はい、貼っておくので、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、本当自分を知るって1日2日でわかるものじゃないから、うん、もしかしたら最初はめんどくさいなって思うこともあるかもしれないけど、うん、自分を知ることって一見遠回りのように見えて自分らしい働き方を実現する一番の近道だと思うから、自分を知る方法をすでに実践している第三者から話を聞くことって最初の一歩
かもしれないね。うん、自分のお到着会朝活では具体的なエピソードもお伝えするので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで47回目の配信はここまでとなりますが、いかがでしたでしょうか。パラキャリラジオでは視聴者の皆さんからの質問を募集しています。こんなことを聞いてみたいとか教えてほしいなどありましたら、概要欄にパラキャリラジオお便りフォームの URL を貼っておりますので、もしよかったらチェックしてみてください。ウェブラジオ以外にも私たち2人はブログやメルマガ、各種 SNS や YouTube も配信しておりますので、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。また今朝のウェブラジオが参考になったとか、朝から元気になったなど思ってもらえたら、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今週のパラキャリラジオはここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。来週月曜朝7時半にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。いってらっしゃい。